肉骨粉肉骨粉は、牛、豚、鶏から食肉を除いた後のズ肉、脳、脊髄、骨、内臓、血液等を、加熱処理の上、油脂を除いて乾燥、細かく砕いて、粉末としたもの。本来、肉骨粉は、畜産で余った骨や、ズ肉を破砕して乾燥させ畑に撒いていたものを、刺していた。肉骨粉は特に牧草用の肥料として、 用いられていた。今でも農作物の肥料に用いられる。肉骨粉は飼料としても利用されているが、18世紀の産業革命期のイギリスで羊に誤って肉骨粉入りの飼料を与えたところ成長が早くなったことが最初とされている。安価で、タンパク質、カルシウム、リン酸質が豊富で高い栄養価を誇るため、 BSE の問題が起こる前まではよく用いられていた。牛海面上脳症の原因に関係すると、考えられている異常プリオンは、肉骨粉の材料となる部位に多く含まれており、また通常の加熱処理では不活化できないため、材料を採取した動物が異常プリオンを保有している牛であった場合は、そこから生産された肉骨粉にも異常プリオンが含まれている可能性がある。 その場合、この肉骨粉を牛の飼料として与えると、牛海面上の牛の感染源となり得ることが指摘されている。日本日本では昔から肉骨粉は牛の飼料としては用いられておらず、牛以外の家畜の飼料や肥料として使われることが多かった。しかし、保管、流通段階で牛の飼料に混入したり、 不適切な使用により牛に与えられていた事例があったことから2001年10月から農林水産省に肉骨粉を含む家畜飼料、肥料の製造、販売が禁止された。本来、子牛は人間同様母牛の乳を飲んで成長するが牛乳は人間が飲むために出荷し牛にはカルシウムなどの栄養素は肉骨粉で代用したのである。 使用できない牛由来の肉骨粉は工場で焼却処分したりセメントへの再利用が進められた。2001年11月1日からは豚、鳥由来の肉骨粉に限っては異常プリオンを含有せず牛海面上脳症の感染源にはなり得ないとして豚、鳥の飼料及び肥料として再び使えるようになった。2014年1月4日からは 国内外の対策による BSE 発生リスクの検証を踏まえ管理措置を義務付けた上で牛の肉骨粉の肥料利用が再開された。米国アメリカ食品医薬品局により1997年以降哺乳類由来の肉骨粉などタンパク質を牛など半数動物の飼料に用いることが禁止されているが課金など非半数動物由来のタンパク質を 牛の飼料に用いることは許容されている。このうち BSE の感染経路として懸念されているものとして、課金の食べ残しや排泄物を含んだ課金クズがある。課金クズは、タンパク質を豊富に含み安価なため、米国では牛飼料として用いる観光があるが、課金飼料に牛の肉骨粉が含まれることから、課金クズが BSE 感染の抜け穴になることが懸念されている。 米国では2003年末に BSE 発生が確認され、その対応として2004年に課金クズの牛飼料への使用が暫定禁止されたが、2005年には感染リスクが十分に低いと判断し、課金飼料に牛由来の危険部位を用いない規制を加えた上で課金クズの牛飼料への使用が再び承認された。この措置について全米肉牛生産者、 牛肉協会は、科学的判断として支持しているが、米国農務省の伝達性、海面上農省産業部会長を務めた獣医、リンダ・デ・トワイラーは、低リスクであるが完全ではなく、規制すべきと指摘している。またこの観光は消費者に嫌われており、複数消費者団体などが健康への懸念が依然、あるとして2009年に、FDA に対して、禁止を請願し、 最も牛肉を調達する大手外食企業であるマクドナルドは許容しないと表明している。課金くずの牛資料への使用はオーストラリアやニュージーランド、カナダ、欧州諸国では禁止されている。ありがとうございます。